熊本県阿蘇市の一部地域では観測史上最大24時間の降水量が500ミリを超えました。この大雨で家屋の損壊、河川の氾濫や土石流が発生、熊本県の阿蘇市町内で死者行方不明者数が30人を超えました。武田さんによると、その原因となったのは陽性層が大気が変化したのね。今回予想される大雨も梅雨前線が停滞するためというのです。そしてこの梅雨前線は